坂本龍一さんの訃報に福井県から哀悼の声。ミュージシャンの坂本龍一さんの訃報を受け、坂本龍一さんが音楽を担当した映画ラストエンペラーが上映中の福井県福井市の福井メトロシアターで4月3日。すると観客からは坂本さんが音楽に関わった映画もっと見たかったとの声が寄せられた。劇場の一角には坂本が音楽を担当した映画のポスターを並べて弔うコーナーが設けられた。1988年、坂本はラストエンペラーで日本人として初めてアメリカンアカデミー賞最優秀作曲賞を受賞した。福井メトロシアターでは新作だけでなく国内外の名作を定期的に上映しており、同作品は1日から上映されていた。3日は平日の午前中にもかかわらず、50から60代を中心に約20人が来場。訃報を受けて駆けつけた福井県の女性50号は、坂本さんはミュージシャンとしても役者としても好き。映画の話だけでなく、坂本さんの訃報に涙が出ました。上映中、病気だとは聞いていましたが、死ぬとは思っていませんでした。堺市の60代男性は、音楽が素晴らしく、この作品を引き立てている。公開当時に見ていたので、なおさら、坂本さんの訃報は残念。